やはりバッテリーとしては立ち上がりきっちりストライクが入るかどうかポイントだと思うんですが、いかがでしょう。そうですね、とにかくしっかりとコントロールできるかどうかっていうところが大事なことになりますからね。なるほどね、コントロール重視の小宮山さんらしいコメントありがとうございます。さあ3球目は何か、インコース詰まりました。ここはフライになっています。足立が抑えています。ワンアウト、バッターは2番に入っている福留。山崎、まずは先頭バッターを打ち取っています。インサイド落ちました。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。バッターボックスには指名打者のバース、2アウトになっています。この回打ちました、流しました。この打球はフライになっています。最後はレフトフライ、掴んで3アウトです。さあこれからジャイアンツが守備につきます。大谷が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球はボールになりました。次が2球目、2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。先頭バッターは2番に入っている宗。ヒットでランナーを1塁に置いています。マウンド上のピッチャーは菅、そしてキャッチャーは古田。このバッテリーをバファローズ打線がどう攻略していくか。2球目は何で来るか、ボール先行、ランナー動いてくるか。俊足のランナーを1塁に置いて3ボールナッシングです。打ちました、ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って3塁に向かう。3番バッター中川、ジャイアンツ連続安打でランナーを背負っています。連打を浴びてますので、ここで打線に勢いをつけさせないようにしたいですね。さあ先制のランナーを背負ったこの場面です。きっちりと見極めてボールです。高めも少しは見せた方がいいですね。低めもより生きてきますからね。フォアボール、ここは勝負を避けています。ここは三振が取れれば理想的ですね。なるほど。さあキャッチャーどこで、ジャイアンツピッチャーが変わります。一打席、初球は大きな変化球、ボールになります。これが2球目、絶妙のコントロールですね。はい、低めにストレートが決まっています。この場面低め中心は分かるんですが、高めも見せないと抑えられないと思いますね。なるほど、バッテリーもそういった配球で来るでしょうか。まあここはストライクからボールになるフォークで空振りを取りたいですね。なるほど、さあ何を選択してくるか。切りました、ファウルボール、ツーボールツーストライクです。レフトに持っていった、ワンバウンドヒットになった。サードランナーがホームに帰ってきました。セカンドランナーも今ホームイン。